マイケル・タルバート・コペックは、アメリカ合衆国テキサス州、タイタス郡、マウント・プレザント出身のプロ野球選手。ウトをミギウチ。MLB のシカゴ・ホワイトソックス所属。2014年に MLB ドラフト一巡滅移保で、ボストン・レトソックスから指名され、6月17日に、推定150万ドルで契約を結び、プロ入りを果たした。6月20日に、 参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッドソックスに配属された。8試合に先発登板して0勝1敗、防御率4.61、16奪三振を記録した。2015年は4月7日にグリーンビルドライブに配属され、開幕を迎えた。禁止薬物を使用して50試合に出場停止処分が課され、7月16日に制限リストに登録された。 9月23日に制限リストから解除された。最終的に16試合登板して4勝5敗、防御率2.63、70奪三振を記録した。2016年は開幕を前年同様に A 級グリーンビルで迎えた。4月7日に7日間の故障者リストに登録された。6月16日にリハビリのため A-9 ローウェルスピナーズに配属された。 6月23日に A 級のセーラムレッドソックスに配属された。7月1日に7日間の故障者リストに登録された。7月7日に故障者リストから解除された。最終的に2球団合計で11試合に先発登板して4勝1敗、防御率2.08、86奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに派遣され、 サプライズサグアロスに所属した。6試合に先発登板した。2016年12月6日にクリス・セールとのトレードで、ヨア・モンカダ、ルイス・アレクサンダー・バサベ、ビクター・ディアスと共に、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍し、同日中に、参加の A 級ウィンストン製ダッシュに配属された。2017年開幕前の1月23日に、招待選手として、 スプリングトレーニングに参加が発表した。4月5日に参加の AA 級バーミングハムバロンズへ配属され、開幕を迎えた。6月29日にオールスターフューチャーズゲームに選出された。7月7日にテンポラリー・インアクティブリストに登録され、10日に同リストから解除された。8月18日にマークローの自由契約に伴い、トリプル A 級、 シャーロットナイツに昇格した。この年は2球団合計で25試合に先発登板して9勝8敗、防御率2.88、65奪三振を記録した。2018年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは10位、ホワイトソックスの組織内では2位にランクインした。シーズンでは開幕からトリプル A 級シャーロットでプレーし、8月21日に メジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーデビューとなった同日のミネソタツインズ戦では先発して2回を無失点に抑えた。9月8日、右肘のトミー・ジョン手術を受けるため2019年シーズンは全球となる見込みと報道された。2019年は前年の手術の影響もあり全球した。2020年は新型コロナウイルスの感染予防を理由に シーズンの欠場を表明した。2021年4月2日のロサンゼルス・エンゼルス戦で3年ぶりにメジャー公式戦当番を果たした。マイナーの試合で最速105マイルパーアワーを計測した速球とスライダー、カーブが武器。ありがとうございます。